以前、友達とファミレスでご飯食べていた時、通路を挟んで反対側の4人掛けの席に40代ぐらいの主婦っぽい女性グループがいた。こう言っては失礼だけど、私が知ってる40代のおばさんたちの中にあんな下品な感じのグループはいないってぐらい強烈な印象のグループだった。大きな声でおしゃべりして何が面白いのかわからないような冗談を言いながら、なかなか注文を伝えない。昼間の忙しい時間帯だったから、お店のバイトっぽい若い女の子が、お決まりになりましたらお呼びくださいと言って席を離れようとしたら、今言うわよとトゲのある言い方して呼び止めてた。そこからもまたキャッキャはしゃぎながら、ようやく注文を伝えて、その後の行動に驚愕。4人のうち1人がおしぼりを一旦広げて四つ折りにし手を拭く。別の人におしぼりを渡すと、2番目の人は折り目をひっくり返して手を拭く。3人目に渡すと、それをまた広げて裏側が表に来るように折り手を拭く。4人目がそれをひっくり返して手を拭く。そして3人分の使っていないおしぼりは4人のうちの1人のトートバッグに入った。友達と2人、あまりの衝撃に口をパクパクさせて物も言えなかった。ところがその後さらに驚いた。大声で喋り、ガハハガハハと下品な笑い声をとどろかせて食事を済ませた後、ドリンクバーをそれぞれが数回ずつ往復して、ホットコーヒーを持参したマグカップに入れ出した。さすがに見かねた店長らしい男性が、お客様、お持ち帰りはご遠慮いただけますでしょうかと丁重に注意したけど、何言ってんの、ここで飲んだと思えば同じことじゃないのとしれっと言って無視。そして楽しそうにキャッキャ言いながら帰っていった。ああいう客の話は聞いたことあるけど、作り話だと思ってた。いくらなんでも恥ずかしくてできないと思ってた。本当にいるんだと衝撃。一体どうやったらあんなことが平気でできるようになるんだろう。あいつらの頭蓋骨の中には絶対うんこが詰まってると思う。